そんじゃあ、今回はののりをやってくぞ。なかなか変わった BGM が流れてますけど、どういったゲームなのかのー。なんちゅうか、これまた不思議な世界でよー。視点を変えつつ、時間の流れをコントロールして、ゴールに進むらしいんじゃが。あんだって？説明不足なとこもあってか、初見だとわけわかんない状態に陥ったのー。これあれっつか？この、ようわからんブロックを所定の位置に持ってくと、次のステージに進めるみたいっつねー。まあ、基本はそんな感じなんじゃが、次のステージともなると、冒頭で申した、時間の流れをコントロールしての。こんな感じで、あらかじめ、どのように動かすのかを決めておくと、マウス操作でさっきの動きを真似て、ブロックの再生や逆再生ができるってもんよ。操作が難しそうなんで、初見だと苦労しそうっつけど、慣れれば面白そうっつねー。じゃが、複雑な動きが必要な箇所ともなると、一筋縄ではいかんようじゃから、脳みそをフル活用せなならんぞ。おい、なんだか世界が逆さまになっておるぞ。そうじゃのう。まあ、このままではクリアできんようじゃから、こんな感じでグリングリンしてから、ゲートをくぐるとだな。おう。なんだかよくわかんねえけど、上下が逆さまになるんじゃ。空間がおかしなことになったのー。そしたら、元の空間からブロックを持ってきて、先ほど上下を反転させた空間に持ってくれば OK じゃ。そんだがよー。実際にプレイしてみてどうだったつか？ちょいと感覚が変になったから、目が回ったぐらいかのー。目薬さすかい？